お腹が空いてて助けてほしいらしい。もし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 。もしもしお腹が空いてるの、はい、お腹空いてます。この方はですね、<っ>タータンに800万円ついたポテチおばさんという方で、<っ>で、今お腹が空いて、えっ、ー、と、電気が止まるんだっけ電気じゃないゃあ、の、携帯ですああ、携帯が止まる。え、いつ止まるのまだ止まってないけど。支払い期日が20日までで、それまでに払ってないと。じゃあもういつ止まってもお,おかしくない状態ってこと今。そうです。で、何を支援してほしいのお腹が空いてるっていうのは。 携帯が止まるとちょっとあの怖いことになるのでここで話せないんですけど何怖いことになるっていうの携帯を止めたくない理由がまた、あ、らに増えてしまったのであと母親が長くない状態なので弟からちょっと連絡が取れなくなるというだからどうしてほしい、うん、とマニーのこれはあの諦めたのでこれこれ金融を作ってほしいですどういうことだからそのよく分かんない <laughs> もう言葉いいからあの受け狙いで面白くないし、はい、どういう支援を今望んどるんって聞いと 携帯代を貸してほしいです。<laughs> ああ、それ、いくら ?2 ヶ月分合わせて多分5万円いかないと思います。まあまあするな、でも。5万円じゃあ支給くれってこといや、くれじゃなくて貸してくださいで貸してくれってうん、でも君、なんか他の人にもさ、なんか借金してるって言ってたよね。してます。そんな人にお金貸して帰ってくるわけないじゃん。なんこれ。え,えこのクソババーに貸します。このクソババーのペイペイ i d 教えてくださいってきたけど。え、5万円貸すんですかあなた。こいつにかけます。なにどういうことなんか5万円貸 してくれるる人がいいみたいですけど月々、本当に5000円とか3000円とかしか返せないんですけど。らしいですけど、いいんですかこちらの方。返すんだなって言ってます。月々、5000円返すんだなって。3000円から5000にしてか3000円から5000円返すそうです。あ,あ,あとなんかあの、食べ物だったら支給しに行ってもいいっていう人います。ありがとうございます。で、さっきの人、なんかね、LINE の QR 来ないけど。あれこのアカウントは存在しません。あ、なんかな、なくなってます、アカウントが。ちょっと期待してしまいました。<laughs> 今お腹空いてるんです空いてます。 あ,あ、もう一応出れるらしい。食料だったら届けてやってもいいっていう人がいるみたい。住所をせるのが、申し訳ありません。やっぱり、ちょっと理由がありまして。お何何お何やおあることに巻き込まれて。何あることってな。怖い人関係です、ねうんだから何。何何んやそれ。お捕まっている女性がいるんですけれども。知り合いに捕まった女性がいる。で、その人の周りの動きが、なんかいろいろ怖くて。なんで、ちょっと住所をせて,て開けるのが怖いです。じゃあ何反射の人が家に来てんのあなたの家に。 来てますねねえちょっととどういういことだうこだのの人、ね、あのみんなね俺に住所送ってきてんのよ食べるもんがなくて困ってますって言うから今日通話したのだからあ食べ物を届けてほしいんだと思ったの今日でそれで通話してるんだけど家に来られるのはちょっと怖いっていうことね知らない人は怖いですいやまあだからまあ俺の連れが行くけどあそれだったらお願いしたいですああそういうことこれこれさんの知り合いでしたら大丈夫なんだ信用できるのではい、今何日食べてないのご飯四4年前ぐらいの4年前 前から食べてないの？い違う。 えだからいつから食べてないって聞いてるんだから4年って単語出すなよじゃあこの間通話させていただいてから食べてないんですが6日間食べてないってこと食べてないんでお腹がもうあのすごいことやばいでしょそれ4年前のカップラーメンなならら平気かなと思ってて食べたら吐いてお腹壊しました6日食べてなくてこんなハキハキしゃべれるもんなんだ人間ってすごいな水は飲んでる水は飲んでます普通の水道水を何歳ですか55だと思います55えとは猿 この猿行くかじゃあ一旦行ってみるか、まあ、別に俺家にいるしな何食べたいじゃあジョバわさびとからしのついてないもの以外なら何でも食べれますマック食うじゃあ食べたいですじゃあ行きますかーー一旦ちょっとビデをつけてもらって外壁でいいから冷蔵庫壊れてます、ね、いやだからそれを今見,<の>見せてほしいって言うんだから俺らが行く前に冷蔵庫の中をさあの隠してるかもしんないじゃん汚い言われます、ね いいから、もう早くして。ああ、これまた嘘かあの、過去にですね、すシのとか言う、グランドバーカーがですね、グランドバーカーが。電気がつかないとか言ってたんですけど、電気がついたんですよ。うわ、うわ、うわ、え、なんか今勝手に冷蔵庫開けようとしてるやん。違うんですよ。ダメだって。いや、今ビデオつけないと。剥がれすぎじゃないいえ。ああ、なるほどね。まあ確かになさそうですね。てか、電気すらついていない。これはもう急いで全部出したのか。こうやって壊れてるんですよ。ちょっと一回下も見せろだって、下も。コンセントも見せろだって。<laughs> ごめんなさいね。55歳を疑ってしまってでもね。死のとかいうクソババアがね。ああ、それがコンセントか。ほんとだ。じゃあ、今から向かいますね、家。いや、都内じゃないんだよ、みんなこれ。言っていいんだっけ市ぐらいは。いいでしょ。横浜です。もう車じゃないといけない、そもそも。じゃあ、向かいますね。ありがとうございます。はい。本日のね、6日食べてないババアに、行く方はじめ社長2号。はい。車出してくれるのがライムさん。はい。じゃあ、ちょっとあの、なんとかして合流して、あの、車に乗ったらまた教えて ください。<laughs> ちょっと待って、渡合流したんですけど何か様子がおかしいです。どうしたどうしたどうした。したしたいやなんかあ緊張してるの。はい、なんか受け答えが怪しい。え？それな飲酒運転とかじゃないよね。えでも確認したけど別にそうではないらしいんですけど。あライムちゃん？いやピースじゃなくてな何をしてるの？ 今から運転するんでしょ運転っていうのは人の命を背負ってるんだよ。いや、これでもまだマシな方です。さっき全然受け答えができてなかったから。会話が苦手ってこととりあえず。そうそうです。 ああ、そうなんえ、運転は大丈夫できんのできます。これこそ、ワンチャン着くまでに4時間ぐらいかか,るかもしれない <laughs> あ、連絡してください、はい、また。ちょっと待って、え <laughs> 車の中に死体あるって面白くなってきたんじゃねえか <laughs> え、何ですかこれは。<laughs> 怖いっす、ここ。なんか人形があるんですけど。<laughs> <laughs> 足がぶち折れてるんですよね。<laughs> <laughs> これは何ですかこれは。いつでも連れてけるようにだそうです。マクドナルドの注文メニューをどうぞ。猫、子猫さん のガチ恋勢です。この地獄のような状況で死にたくなりました。今まで正しい配信ありがとうございました。って、やばい。やばい、ガチ恋が騒いでるわ。もしもしご注文がビッグマック一つ照り焼きポテトバーガー一つフィレオフィッシュとチキンナゲットで飲み物も、えー、いただけたら嬉しいです。とのことです。飲み物は何かってクソババに行ってください。はい、かしこまりました。猫子猫のガチ恋です。このままライムちゃんと付き合ったら自害します。もうやめてそういうのくたばれ。うわ ふたばれって、うわ猫子猫にライムちゃんとは付き合いませんと、え、現地を取ってください。もうめんどくさいな。あ、すいません、ちょっとですね、ライムちゃんとは付き合いませんと、現地を取ってほしいらしいらしいです。え、ライムちゃんとは付き合いません。今のところは。<え> <laughs> <laughs> え、でも今さ、ライオンちゃんがさ、行っちゃっていいんですかとか言ってたけど。あれどういうことだ着きましたか着きました。お金ないと思えないマンションですけど。えまだ騙されたかこれ。ちょっと待ってくれよそれすごいな入り口すげえやんえ、めっちゃ綺麗。シノさんはボロボロなアパートやったからね。<laughs> 玄関入ったら写しますね。 来ました狭そうだねな,なんで手袋してんの何これなにこれボロボロなこれなにライオンかなんか飼ってたライオンだ猫飼ってたんです猫はこんなことしねえなねぇなにこれどういうこと怖い怖い怖いこなにこれどういうことか あれでも結構、はい、い汚いヨギ帽があるえそれ何帽子かかってるえなんでちょっと部屋の様子見ていきましょうか一旦えなんで軍手してるので結局リスナーさん部屋さんよ意味がわかんないどういうこといやあんまり触らないようにああネイル隠してる一回ちょっと外してもらっていいですか軍手なんか怪しいことありますいやまあ高そうな指はしてるぐらいですね高くないですよこれなんやなんやなんか怪しいけどいやもしかしたら手のひらがなんかあったかもしれないなんか固くなりグーにしてたけどてか軍手の意味がよくわかんない わかんないけどなで、ちゃんと手見たいけどな、ね、なんか怪しいからおおまあでも普通やななんかおばあちゃん家の匂いと若干のヤニカスの匂いが、ね、アディダスでなんか隠してるぞってありますよそのアディダスめくってもらっていいですか <laughs> 下着とかああ、下着ワンちゃんこれでも変な家の可能性もあるんでなんか怪しいところありませんこれい,いっぱいありますよ ええ <laughs> ああ、あの、でかいの冷蔵庫が。<laughs> いやそえ、待って。ディオールの靴ないはいや、さすが。ディオールって高いでしょ、だいぶ。これ、いくらこれ待って、あの、ババアの廊下にかかってる、それ、バレンシアガのパーカー5万だって。これそれ。なかおかしくね、それ。もらもんじゃないでしょ、そのディオールの。これ、開けていいですか、ここ。開けていや、テンでしか汚いです。変な家や。何それ。 うわなんか怪しいのあるな、そのゴミ箱え、さっきのディオールの靴、18万円です。なんで売らない確かにそれ売れよ、もう、お前。売ったら食い問題ぐらいになるだろう。え、さっきのなんかガムテープしてあったドアノブはそれ何それな,<ょ>な、なんなのれトイレ つないいでくだささ <laughs> これれも破壊されました割れてるわ。黄ばんでる、そして。えぇこれ元からこんな色なの <laughs> なに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 そのガムテープ変な家来たーええー、そこなんかあらゆるとこにガムテープ。上にガムテープ貼ってんのちょっと怖いな、それ。な、余儀棒あるけどね。それなにそれなにそれそれなにそれ,それ変な家やー <laughs> <laughs> 変な家やいや、これさ、実は、遺体が隠れてるとかないいや、あるよ、これ、全然あるよ。隙間あるんじゃないのこの壁の。ベランダはベランダ。<laughs> 何これいや、いや外でも寝れるやん、これ。本当に誰も殺してない。なんかね、反射とか言ってたからね。ヨギボンなんかないヨギボン、じゃあ、確かめていただいて、何かあるか。<laughs> 何ですかね。欲しいでロギーボでそんな使い方だったっけ。ああ、ライムちゃんが見つけました。何を見つけたライムちゃん？見せていいかわかんないんでちょっとおマ？おい、まあ電話はでもね、元々はだって肩に電動マッサージですからねそもそもね電動ま電マ。ライムちゃん興奮してます。天がもあります。天がはもう完全にアダルトですけど、またお盛んだね何歳になってもね扉ってはねもう一つ。それですね。絶対こついてると思う。そこちょっと開けてみてくださいよ。この家 多分警察のガサ入れ入ってるってあるけど入ったことあります？入ってます。入いっさも。さあどうですか？何もないですかね。あ確かにねマック冷めると言われてます。まあ今食べてくださいよってか今僕らがこうやってやるうん。高いものいっぱいあるのはでもちょっとね。そこを興味出てきた。え？何？え何えなんビデオがいっぱい。変なビデオが。 ちょっとエロティカルな、ね、まあ、まあんまなさそうですかでもでもご飯が食べれないくらいっていうのはやっぱ嘘かなと確かに本当ににイ日食べてない人っていうか<お>俺やったらもう一目散にマック開けるけどねキッチンとかの棚に食べ物ねえか見ろだって最後に <laughs> なんかあるけど、馬ま,まめ。賞味期限、まあ、切れてるけどね、1ヶ月。え、米あるくね米があるおいこの嘘つきやろ出た、出た、出たミルキークイーン出たまたか、おいなんかカップ麺もあったよね。それ賞味期限切れてるか見て。 2021年。<laughs> 米も腐ってんじゃないのじゃあ。2020年虫湧かないのこれ。<laughs> 全部やっぱ切れてるのか。まあ、それはじゃあ、ないに等しいな。時計が止まってますね。まあ、お金があった時はね。まあ、そういうもん買っとったと。ちょっと待って、なんか怪しいな。やっぱり、なんか、ぐんってしてる理由が怪しいんだけど。指紋残さないようにしてるとか、ここの家に実は住んでなくて。じゃあ、ボテチーおばさん食べてください。ありがとうございます。うん、映らないんでね、口は。映らないんで。なんで食べないのえなどの、どうしたのどうしたのどうしたのえ、どうしたのお腹が空いて、 死にそうだったんでしょ。どうしたの？な、何でて、ごめんなさいって思ってる。る ごめんなさいっていやもう今更だよ<え>何ごめんなさいってどういうこといや申し訳ないと思ってるしすみません泣いてます泣なんか人の温かさに久しぶりに触れて泣いてるらしいですまあいいねいこんな可愛い子と一緒に食べれるってこんな汚い部屋で食べたらいい食べ,食べなさい食べなさい映ってないからえーなんか楽しいのにみんなでマクてるのなんか嬉しいんだけどえーなえーな確かになどうですか6日ぶりの<何>財布なんで確認しねえのかって来てます電話。 れ,まれたピカチュウ盗まれた隠したではなくなんか怪しいなおばあちゃんの腕の確認お願いします注射痕があるかもしれませんってまあポンチューとか言ってたからねネタで言ってるだけなんで気にしないでくださいいや半分本気ですよ <laughs> 結構本当にもう死ぬしかないと思ってじゃあここ死にたいと思ってた人が2人もいるってことすくうしかねここ家賃いくらですかで5万5千円ぐらへえー、オートロックで5万5000円 注射車痕んで見ないのかだってまあでも確かに部屋の中にガムテープがこうやって貼ってあるのはでもなんか薬中の特徴ではあるの確かになんかボコボコえなんか腕に何とも言えない傷が何個かあってなんか別にグロテックとかじゃないんですけど今ライムちゃんに送るんでこれと同じかどうかちょっと見てほしいですね今画像送るんであー ええ、それ注射痕っすよ白状白お前彼氏がポンチューだったんでしょ似てる相手に撃たれてったとかじゃないないです正直に言ってくんないないですでも部屋がね薬中っぽいしで彼氏は薬中やったんやろだからガムテープを剥がしたんです頑張って爪も症状出るらしいから爪も見たいなアップでじゃあ写しますねあこれ注射痕っすねだからやってないって写たじゃないですかいやだってそれ穴開いてるやん 注射見えるわかりました。<れ>じゃあそれは、イボということにしときますよ、一旦。過去に嘘をついた人のせいで、厳しくやって、逆に切れられるの、ちょっと腑に落ちないですけど、ね。まあね、そうだね、確かに、それはそう、<laughs> 本当に。お前ら、あの、俺たちの歴史を学んでから、文句言ってこい、このカス。カーテンが黒いのは虫ですから。<laughs>

でもばあさんどうすんの今後飯はこんな一1日しか持たないやなでマックなんか何とかします別の配信者に食べ物くれもう何とかできるのは別にいいけどね帰りますかじゃあそろそろ <laughs> 映画館っていうところに撮ってくだい <laughs> じゃあ馬場ありがとうねまさ何携帯代を貸してください,いやでもそれなしって話で来てなかったっけ俺ら何貸し惜しいのはいお前ら言ったやろ本当にかわいそうとか何とか言ってたやつ <laughs> 俺が現実だ善人だからと言ってな無知は罪であるいくらですか円円と 4万7千円。マジでメルカリの後払いも見てもらえば分かるんですけど、払ってません。知るかなになに、いくらなのだが結局。今、電気なしで5万3493円です。<気>で、それをかせて、ばば。はい。これもっとプラスですね。多分、だから8万くらいいきますよ。メルカリの後払いとかも払ってないので。知るかてか、なんで全部貸さなきゃいけないの、うん、例えば電気代とかなら、まあ分からんでもないけど。電話だけは怖いのと、 本当に母親のことがあるんでいくらなんだっけ電話代が電話代は五専万電話代五万円高ガス料金も入ってますポイントつくんでだからガスのこれワザ<れ>ーベイカンどうしますかこれ貸す貸さないまあ普通に嫌ですけどゲームで決めますかルーレットしますねルーレットで決まるらしいですえじゃあ腕相撲で勝ったら買ってくださいそれいいんじゃないですか僕と本気で言ってます僕マジで手加減しないよ<え>そういうのじゃ腕相撲でいきましょうか<や>じゃあ彼女本 本人からのね要望なんで腕相撲でじゃあなぜじゃんけんとかじゃなくて腕相撲なのかという結構実力がじゃんけん弱いんですよ始まります深夜の携帯代をかけた腕相撲がやだねやだねさここでねちょっと見せつけていく血管をじゃあいきますよレディーファイ

<laughs> えいや本当に。いやだい。でもこっから動いてないんだよ。休憩しますか。休憩しますか、ね。休何どうもう何なのこれ。<ー>おおさん肩壊れちゃいました。どうすんのこれ。じゃあルーレットで決めますね。まず <laughs> 肩起こします。ルーレット絶対ちさいんでしょ。いやいやこれこんさんさんの不正はしませんからね。あやだ。<っ> <laughs> みんなで見てます。 まあじゃあ出演料ってことで5000円だけださんずるいですよ何<や>5000円あげるっつってのはダメなの貸してくださいって言ったんですよ5万円貸すのはちょっとねいやもう出演料で5000円あげるんだったらいいんですけどバツバさん体なんてあれすか60だ、ね、じゃあおの上で「タイタニック」ができたら全部もらえるとか意味がわからない何を言ってんのタイタニックができたら全部もらえるって何 <laughs> どういうことふざけてるでしょいやもうちょっと今 今回はもうこれ出演料5000円ということでいかがでしょう本当に携帯止めたくない理由があるんですでもさ今月払ったとして次どうやって払う予定なの次は考えてませんいやもうそのま,ましのぎじゃんだってそんなことじゃあどうやってお金返すのお金返す方法も考えてませんやろこれだからどうせねこれ貸しても返ってこないのも見えてるからじゃあこれあげる <laughs> おいお,お前チャカ持っとんのかおいおいとされて てか、生活保護受けれないの生活保護は。部屋がある場合、ダメみたいです。ああ、なるほどね。貸してくれないと、バッタリさんを、って。それはやばいでしょ。まあ、でも、モデルやのよくないから、やめろ。じゃあ、変えましょう。<laughs> いや、もう本当に出演料5000円渡すぐらいしかできませんよ、これ。てか、あの、靴、売ったらどうでしょう売れ。売ります、すぐ。ただ、間に合わないんで、売れた分をちゃんと、スクショして、その分で返します。マックの Wi-Fi 無料です。確かに。無料 Wi-Fi のとこ行けばいいじゃん。そうや。行けじゃあ、マックでね、Wi-Fi イだだけしたららああれれからじゃあマック代は出すわば何を携帯維持してるもうそんな意味ないよ。そんな見せたとこで。2>, 2ヶ月分って言わないんで。予定が。1ヶ月分だけ借りられませんか 1>, ?1 ヶ月分でいくら ?2 万五千円くらいです、ね。まあ二万五千円でこいつが返すか返さないかっていうネタができるんだって思う別にいいけどな、正直。ただ<え>その2万五千本当に払うか分かんないから支払い書みたいなないのじゃあ。も甘いっていうかネタにしてるだけだけどね、今。いや、ちょっと見てみたい。本当,ね、本当に2万五千円を返してくれるのかっていう。ここれこれさん 分がこっちで、うん、渡部さんにこれでこれこれさんにこれお願いしますえっ知事なんで半分半分やん僕と <laughs> この5 0で半分半分切羽じゃない舐めてるな <laughs> お前最後の俺の慈悲お前今無縁にしたな <laughs> 俺普通に2万5000円だったら別に良かったんだけどなマジで貸して借りる側の態度ってあると思うよなやっぱり、うん、撤収5000円もなし <laughs> ありがとうございますいやもうビタイチもやなもうほんま帰ろうありがとうございます本当によしラブホ編始まるラブホ編が出れなくなった変な家ややばいや変な家や何す払ういこれ払うまなれなれいないこれ払うまでみたいなこれ金貸すまで出れんわ はい。じゃあ、お元気で。ありがとうございます。いや、今までないからね、このパターンで貸したこと。貸してどうなるかっていう、一パターンぐらい見てもよかったけどな、マジで。車です。よーし、来た来た、車に、やっと来た。さあ、来た来た、温まってきた、温まってきた。<laughs> よし、行こう行こう、帰ろう帰ろ。<laughs> りだけの世界に、ゴーゴーゴーやりまくりーん。<laughs> <laughs> 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 やばすぎるこの男 <laughs> やりまくり食べまくりまたもしかしたらね別のババアジジーに行くかもしんないから <laughs> じゃあ楽しんでやりまくり <laughs> いこいつなんだこいつ。